予告編より、悲しみは、空の彼方に、は、1959年に制作、公開されたアメリカ合衆国の映画である。1934年にも映画化されている、ファニーハーストの小説の再映画化であり、ダグラス・サークが監督、主演は、ラナ・ターナーである。ダグラス・サーク監督の米国における最後の監督作品となった。ニューヨークのコニーアイランドを舞台に、 黒人差別の実態と資本主義を謳歌するアメリカ社会を取り上げた作品である。1984年、スイスの映画作家、ダニエル・シュミットが、サークの同年当時の姿と足跡を追うドキュメンタリー映画、人生の幻影を監督している。同作の現代は、フランス語で、ミラージュで選びといい、本作、悲しみは、 空の彼方に、のフランス語圏での公開タイトルと同一である。真夏のニューヨークコニーアイランドの海岸で、主人公の女優の卵、ローラは途中では、ぐれてしまった娘、スージーの居場所を探していたところ、アニー・ジョンソンの元で、サラ・ジェーンと遊んでいたスージーを見つける。無事に、スージーを見つけたローラはそこでアニー親子から、貧困生活の惨状を聞き、 彼女自身もそれほど余裕はなかったが、兄をスージーの養育係として雇うことにする。カッコないは日本語吹き替え。ありがとうございます。